はい、こんにちは、翔太です。ポケットマスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。バド4をね、結構気に入って使ってるんだけど、まあこの構築のまま使うのも多分これが最後くらいかなとは思ってるんですけども、雑誌の愛機とバド4ナットって投げたいけどな。この試合さ、ナットのガチイン構成がちょっと生きてくれるといいなと思ってるんだけど、まあレシラム考えると僕ちょっとラッキー投げたいんだけど、ホーいないとさすがに、いやな、マンダとかエッジ持ってると割とめんどくさい話もあって、その辺だよね。ラッキー投げ、かといってホーナットラッキーって投げると、まあ、マンダがいろいろ技持ってた時にみんな殺されちゃうから、それ避けたいんだよな。じゃあまあランドロス絡めるかって言われるとちょっとな、まあ、ナットはどっちみち出したいから、マンム考えても出したい考えても、でっかくだけちょっとまあバドホーナットになると思うんだよね。で、所定でレシラム来る場合だけちょっと考えておきたいかな。まあ、方に引くのが無難っちゃ無難なんだけど。ただ、弾とか持ってて大魔切ってくるとさ、浮かんないから、僕も大魔切りたいんだよな。レシラムの大魔。ただ、そのタイミングね、ラッキーに相手引いてきた時だよね。そもそも、バドレックスをラッキーで見るなって、僕、一生思ってるんだけどさ、なんか僕がラッキー使ってもバドレックスは見れないなっていう計算になってるんだけど、なんか世の中の人みんなね、バドレックスはラッキーで見れると思って暮らしてる方がね多いんですけども、ザシャンか、こう対面処理したいっちゃしたいけど、バドのタスキ残したいよな。まあ相手引くか打ってくるとして居住で、引くんだったらまあ多分ラッキー引けるのラッキーぐらいしかないよな。一貫してんもんな。一回僕ナット引きでいいね。この試合多分ガチインナットがね見せてくれるはず。ラッキー引きとかだと僕めちゃくちゃやりやすいんだけど、だバドでとりあえず振りたい面じゃないスタートができたのがめっちゃ良くて、途中から来る、これまあトゲで削れるからでかいね。はいはいはい、オーガーね僕ラッキーで見るからナット HB にしてるんだけど、HD だとちょっとザシャに対してあまりにもね不安があるんだよね。これは相手引くとしたら多分カグヤ、マンダ、レシラムがまあザシャの突っ張でインファ持ってるからだから一回ホー引きたいんだよな。一応ホーがさ投げれない試合もさ、ここバドレックスに引くとインファがケアできるっていうね、その辺もなんか組み合わせ良かったりするんだよね。炎の牙でも全然構わないんだけど、身代わり持ってる、身代わり居住でしょ。ここ一応ワイボまだ耐えるから一回セナの方に突っ込みたいんだよな。身代わり偉いな。まあ押すとしてやる気だもんね。居住これね隠してきてんだよね、ワイルドボルト。だから身代わり居住ワイルドボールちょっと考えにくい気もするんだけどな。とりあえず声援で身代わり割って、まあ吹き飛ばしてもよかったっちゃよかったけど、頬削れちゃうとね、ワイボーでそれで吹き飛ばしたらちょっと嫌だったから。ここナット引きで。ワイボケアと、まあ身代わりなら身代わりでまだやれるから。よくてワイボ打ってくれるとだいぶ技が見えて楽なんだけど、居住か、居住連打だったら僕1000円で突っ込みたかったけど、まあまあまあそれは言ってもしゃあない。ナット削れてきたな。うわこれ宿り木通るだろうな。でもこんだけ堅くなにね砲ナットに対して引かないってことは引けないと思っていいんじゃないかな。でバドのタスキ残せてるのめちゃくちゃでっかいから、だまんま考えるとナットあんま削りたくないんだよな。でもジャイロ打てるんだったらさ、それはそれってかインファないよな。ジャイロ打つわ、身代わり OK で相手、まあバド考えると多分ザシャン残してもしょうがないから切るんじゃないかな。さすがにこれ割れるっしょ。 OK 引くんだったらヤドリギか毒を裏に都合いい方は差したいんだけど、身代わり押すってことは多分さすがにインファなくて落とせるうちに落としたいはずなんだよね。ここだよな。あ、オッケーオッケー。
全部見えてるね。かぐや、オッケー。毒打ちたかったんだけど、かぐや引き考えると、彼はやっぱ宿り気なんだよ。で、メトロビームがあるかどうかな。あるんだったら納得切って、相手で切り返さなきゃなんないんだけど、バドで切り返さなきゃいけないんだけど、ないんだったら、まあ、頬がちょっとやれるから。まあ、身軽あっても守るでいいかな。放射はケアしたいんだよね。お守るで。とりあえず、あ、オッケーオッケー。じゃ、頬なったら強いだけだったわ。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。毎回恒例のね、バトレックス。重すぎるタイムが始まってるんですけど、この試合割とさ、バド4になったらいいと思うんだよな。で、相手のバドだけ、まあうまくやれれば大丈夫だから、このから入って4になったらいいと思うんだけど、真面目にね、相手のバドに強い駒入れなきゃダメだなと思ってるけどね。初手で誰が出てくるかが結構肝心で、バドから来た。ここはまあお互い助けならそれはそれでいいんだけど、スカーフと考えると、込みたいかな。でポリツーに引いてくるんだったらそっから僕やれるから、それはいいと思って、あ、スカフじゃないな相手。これって同じ特性の時さすがに発動順でさ分かるよね。で僕が逆にスカフを疑われてる話はあって、打ち合って同速やってて、ちょっとバカだよな。でもまあ突っ込まざるを得ないか。引いた。まあポリツーいるからさすがに引くよね。オッケー。型が分かったのめっちゃでかくてトリックもされないでしょ。大引きめっちゃ安全なんだよな。ここはナット引きで突っ込まれてもさ、あ、次の話ね。あ、じゃあこのここ突っ込まれ、あ、じゃあ次でここバドに釣られてて突っ込まれてもナットだから、まあね、ちょっとナットかんだよね。鉄の時トレースされちゃったけど、ジハー身代わり匠どうしてんだって言ってやろうと思ったけど、そんなものはなかったわ、この世界には。ここどうしてくるか次第なんだよな。雑誌引きないでしょ。誰に引いてきても毒通るんだけど、バドが出てくるんだったらそこだけは。でも、畑一貫するからさ、さすがにそれ無理だと思うんだよ、毒投げるわ。オッケー。ポリツに毒入ると、ポリツは死にます。これでね、崩すのが、いいんじゃないでしょうか。まあ一回やりきを受けてから裏に引こうっていう風に考えると思うんだけど、僕納豆の毒強いなと思ってるのは、こいつだけさ、なんかみんな毒募集されて、ウツロイドでさえ毒ないのにさ、なぜか納豆だけなんかさ陰キャっぽいからっていう理由で毒が残ってるっていう、すごいと起きてるよね。やりきでね、裏には別に毒入んなくてもいい。ポリツだけ毒入ればそれでいいから。いや、これなんすわ、この面構えを、ナットレの。引いて、ダシャン出てきた。あと相手のバドにだけ僕気をつけてれば勝てるから。ここ動いてほしいな。あ、神。まあ、ひんないの偉すぎる。で、頬もね、弱くないんだよね、相手のバドに対して。だから、めちゃくちゃやりやすくて。まあ、雑誌案を削って、パクパクしながら、バドっていきたいけどな。まあ、まだ頬だね。インファ考えても、剣舞考えても。多分相手のバド助けだから、そこだけちょっとケアしていけばいいと思うんだけど。剣舞。僕、あとダイマックスを残す理由があんまないんじゃないかな。ポリツに対して、まあ、バドでダイマックス切ると取れるっていう話はあるんだけど、ここダイマックスでいいよな正直。相手の後、後発のダイマをどうやっていなすかって話だけかな。ただナット引いて、ナット最悪もう切ってもいいんだよな。頬だけめちゃくちゃ大事にいけばいいから。ただ後発のダイマ考えると多分ね、残した方がいいんだよな。で、相手のバドだけ僕のバドも助けを盾に突っ込んで処理するしかないから。こういう動きになると思うんだけど。プラニ巨獣。あ、それ方に落としちゃうか。それはそれで。結構効くんだよね。プラニになると。半減とはいえ。
やでもインパ、いやここまでザシアン削れればさ、バドの圏内だから耐久普通も多分さすがに落ちると思うんだよね。半分ぐらいやったら絶対登録でしょ。既存の時はもう一回入るわけだから、いやこのルートでいいと思うんだよな。ね、まあ、ジャイロで削っとくのがいいか。ああそうね、命中考えると変にバドとか出てきた時にジャイロ通るのでかいから、ナットが相手はめちゃくちゃ重いはずで、居住連打か。まあこれザシアンとナットでいちいち取れるんだったら全然ありだね。お痛いな、急所さすがに痛いよね。まあまあまあ、でも何が強いって結局これで削っちゃえばさ、裏の圏内まで行くっていうのはやばいんだよな。ショック圏内とかまで行くと超楽だけどな。さすがにそんな甘いことはないか。頬に大魔切れるに残した方が多分強いから、ここね守ってもいいな。守っても全然いい。あーなんだかんだナットの人も残せるなら残してもいいか。一回クラウノプラス破り二回と鉄の時多分さすがに落ちるからな、HP は。まあ、守るから入っていいな。ザシャン多分捨てでしょ、まあ、しょうがないこれは。しびれちゃったのはしょうがない。あ、インフォ持ってるんだ。あ、これはこれで全然いいかな。急所めっちゃ急所当てるね君。まあ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 、鉄の時入る。耐久、これさすがにショックで落ちるから、僕多分、これバドレックスタイムに入っていいはずだけど、相手 TO2 には入れないでしょ。で、頬が盤面にいると多分相手も勝てるルートないから、こうショックでいいかな。あ、でもポリ出てきた時だよね。ポリ出てきた場合に、あ、これさすがにショックで落ちるからショックでいいわ。バド投げとかもないから、こうなるとね、結局バドが火力を上げ始めるのがね、とにかくやばいんよ。オッケー、出して落ちる。でバド出てくるなら打ち合えばよくて、ポリ出てくるならホウだと時間使って毒かさませれば勝ちだから、まあ、ポリから来るのかな。なあ、ポリから来る。だね、ここさ、僕結局、頬を引いてさ、頬が盤面にいるのがえぐいと思うんだけどな。釣ってくるにしても、あー、でも、ポリツを落とせないルート考えると、いや、これ絶対 HP のやつだから、大体こう切れば倒せるでしょ、最後は。まあ、レンジャーが相手は一貫すると思うんだけど、再生力になっちゃうんだよねこれ。ジハこれが厄介で、ただポリツは削れていくと、1000円でいいと思うんだよな。ポリ削ってもいいし、引いてきて裏削れても全然いいしで、痺れる、毒入る。だポリツ結局引かなきゃいけなくなるからさ、逃がる僕は残せるでしょ。生かすまれんだ。あー絶対身代わり残るね。オッケー。で身代、霊媚電磁波イカサマ再生だから、アンドロス絶対殺すみたいな構成になってるな。ここ再生でいいね。ちみち身代わり残るのと、ポリ削れるならまあ僕がバドレックスで暴れ倒せると。やっぱね、じゃあ毒毒がね没収されたされまくったせいでね強いんだよね、やっぱ相対的に。なぜかなナットレ毒毒使い本当に今でも僕理解できないんだけど、消し忘れてるだけだと思うんだけどな。だってあんだけそのさ、ドヒドイルとかさ、そういう、まあ、毒毒を打ちますよっていう顔してるポケモン以外からはさ、没収したのにさ残ってるってことはさ、やっぱなんかねおかしいと思うんだよね。ポリッツこれ再生してきても、
関係ないので、いやーポリツにね66が刺せるだけでこんなにやりやすいゲームになると思わないからね。昔はポリツもね身代わりとかで66をかわしてたんだけど、身代わり、あ、66を打つやつがいなくなったせいでね、ポリツ身代わりみんな打たないから、ここね身代わりもう一回押すのが正解かな。残しちゃいたいよね、引いてくるなら見てから声援打てばいいからがさ、まあこれやってるだけでさ、ポリツが勝手に削れてくれるのね、快適すぎる。どっちかっていうとポリツは僕のお友達みたいな方なんだけどさ、受け駒だからさ意地悪してるんだけど、ここ再生だね。相手再生押さない限りポリツが落ちる。で、頬で一回殴って、助け割れば、まあ、絶対勝ちと。ポリツあの HP 残っても、バドレックスの敵ではないです。まあ、これで勝ったんじゃないかな。あとは、まあ、ヒラずに、声援が、ちゃんとこいつに通れば、僕の思うつぼなんですけど。まあ、問題は身代わり張ってきた時かな。でも、まあ、その場合は僕、バド展開してでいいから、まあ、愚直に殴るのがいいんじゃないでしょうかね。ビット。で、スカーフはもう問題ないから、倒せるので。ああ、まあ、しょうがない。これぐらいはね、これぐらいは許してあげますよ。ここだよな。もう、でもさすがに無理じゃない？ポリ引いても、多分毒と声援で死ぬから。まあ、麻痺狙いで突っ込むしかないと思うんだけど。どんぐらい行く？火力アップじゃない？多分普通の助けだな。OK、助け割れた。これめっちゃでかい。これで僕、同速負けても勝てる。なんなら、なんならここ動いて声援で落とすとなんかすごいこと起きるけど、耐える絶妙だな。あの特化のやつだとね頬に対しなかったなんだけど、多分火力振ってない方、あ火力あの最速にして火力さ普通にルッパだけにしてると思うんで、ポリッツはね、あそうこいつ再生力で回復したんだ、忘れてた。そういえばだけど再生力マンになってたね。これちょっと怪しいか、イカサマ飛んでくるよね。バド引く、ほぼ投げ直す。そうか、そのルートがいいのか。毒稼いだ方がいいね。サイコサイコ、あー待って、これ砲を切ってサイコサイコの方が良かったかな。ちょっとミスった気がするね。まあ、再生力パクられるのはもう関係ないんだけど、ミカ様、毒ダメが入る。おお、ひ、なんかちょっとまずくね、なんかミスったくね。おお、ほうでさ、さっきってさ、バドで最高最高、ダイマックスされるとちょっと怪しいよな。多分ウォールが正解かな。ウォール。いや、頬を引いた方がいいわ。多分。で、ここのイカさんは頬まだ大丈夫だから。なんなら多分これあれだな。再生力繰り返して、頬のヒット面で確保してから、まあ、麻痺運ゲーになっちゃうか。それでも。これも切ってくる。やばい、なんかポリツにちょっと最後殺されそうになってる。まずいまずいまずい。ダイマ残ったから、そこで、こう切って、こう切って、最高の打ち合いやって、あ、このアークはめっちゃしょぼくなるから、楽勝で、これは全然問題にならなくて、飛んでくるのアイスでしょ。
まあでもどっちみちバドキリか、多分勝ったかな。毒も一回入るから、で頬でまあどんだけ動けるかって話だけど、頬でダイマ切れば結構ヒットポイントあるから死なないと思うんだよね、そう簡単には。ただアイス、あでもアイスのスリップダメもね、孤立にとってはちょっときつくてあんま打ちたくないはずなんだよな。完全にバドレックス捨てる展開になっちゃったけど、あークレンダか、多分大丈夫。ちょっとヒヤッとしたけど、こっちで良かったんだよな、ダイマックスまで考えると。毒ダメ入ってるでしょ。であとこっから多分方がどんだけ動けるかっていうあれになっちゃうかな。で再生して動かなかった瞬間即負けるから、でかくなってウォールが多分正解で、これ毒ダメだとだいぶ増えてきてるから、ここウォール通んなくても、まあここからバンバンで再生は多分押し切れて、いやこっちでいいと思うんだよな。ほうでダイマ切んないは多分なくて、ヒットポイントでかくしないと話にならないから、こっちでよかったと思うんだよな。ほう残ってなかったらさ、いやでも C 上がるからね最高で、いや落ちないかな、ちょっとなんか怪しかった気もするな。アイスこのボールも動けなかったけどね、結構まひるな。いやダイマックスがやっぱ難しいな、最後はダイマックスに苦しめられる。で小さくなって、多分相手再生なんだけど、バンバンでさすがに押し切れるはず。まあられだな、入んないのちょっともったいないけど、動かないのがまあまあ困るんだけど、あっ突っ込んできたわ。まあ、ヒットのおかげで凍りません。はあ、危ねえ。やばい、でもこの4体は結構いいな。ランドとサンダーの枠もちょっと考えればいいんだけど、ずっと考えてないわ。まあ、ガチになっとはね、毒で頑張りましたと。ジジ、お疲れっす。